ハワルブラザーカイちゃんです。今日はママの屋上を使って勝手に放棄しはしています。この中に入ったので、ここか。うん、ここにあった、あった。めっちゃ鼻きそう。言っちゃダメじゃん。ちょっと前髪邪魔なんで前髪を止めます。で、ちょっと横も止めます。じゃあこれつけます。あれ、こうやって、あ、こういうことか。なんかお母さんみたい。パックンみたい。じゃあこれ使ってみようかな。あ、しゃった。で、ここどうする。これ違うな。あと、ここに、あと絶対に言っちゃダメだよ。これか。あんまり色つかないな。これじゃなかったのか。汗かいた。違うな、これ。全然つかない。ちょっとできへん。待って、どれ使えばいいんだろう。これか。絶対これ違う。しかも砂だし、ないコーンがない。これか。まさかこれのはずがない。ねえ、見て、ハムクソ、ハムクソ。お、お、ついた、ついた。つきました。じゃあちょっとここからボンボンをひたすらやっていきます。いや、ママのお化粧品を使うなんて贅沢。裏でいいかな。なんかこんなに白かったっけな。お化粧してるところ全然見ないから。あれだな、何使ってんのかわかんない。それぐらいでいっか。ちょっとこれ以上汚しちゃうとバレちゃうんで。でも中ぐちゃぐちゃなの。もしかしてこれをこれにこれにして、こっちじゃなくて、何も効果なかった。探してみます。やってみます。ちょっとこのまつ毛、あまりいくじゃない。あ、こっちか。ひゃーひゃー。ちょっと白
白感を取ってみました。くん、なんか色ついたんだけど、見せて。なんか黒くなったんだけど、わかる。男子ということでちょっとまつげをかっこよくします。眉毛どう、少しは眉毛を男っぽくなった。こんな感じでいいですかね。なんだこれ。次にこれはなんだろう。なんだこれ。なんか調べてみる。こんなのが入ってました。じゃあ黒いやついってみます。わすごいな。一応こんぐらいつけてみました。なんかついちゃった。まつげ、なんか一気に男感なくなったんだけど。大ちゃんに見えないんですけど。だいちゃんに見えない。うお、ぶんな、みつ、だいちゃんに見えないわよ。飴みたいなのがくっついてる。クリーム、クリーム、この口ベニー、ビニー。あれ、これどうやって上に出すの。わぁ、すごい口ベニー。だいちゃん、こうやってなんだよ。口が終わったら、噛むんじゃねえよ。できた。微妙だけど。なにこれ。できました。大地に見えます。まず、これ俺かな。痛い。やばくないですか。はい、ということで今回はちょっとママに内緒でいろいろなお化粧品を使ってお化粧してみました。お化粧したら俺感なくなりましたね。大ちゃん、あの、大ちゃんどこ行ったのかしら。私女よ。男だけど、オカマだね。じゃあ早速ママを呼びたいと思います。せーの、まいちゃーん。どう、大子よ。何それ、まいちゃんのお化粧品。何で買うのか。え？これフェイスパウダーだけど。何それ？ファンデーションではない。ファンデーションではない。だからこんなに白いんか。その目どうしたの？目はね、これで太い方に使ったの。娘もたまにはいいでしょ。じゃあみんなも男の人はたまにはこういうことしてみてね。女の人は屋上毎日大変なんでね。じゃあみんな男子の子はやってみ、このお化粧やってみてね。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。うんうんうん。